え、めっちゃ世界旅できたやん。できたね。最高。いいね。日本見れたし、アメリカ見れたし、スペイン見れたし、ドイツ見れたしね。いや、ドイツも行ってみたいな。うん、ドイツはね、もっといいところあるよ。ドイツ行くなら、英語がマスト？ドイツ語がマスト？英語できてたら、いける。いける。うん。だいたい英語できれば伝わる。そう、みんな英語喋れるから、英語が、母国語じゃなくても英語大体みんな喋れるから。あー、じゃあ英語なんだよ。でも忘れてるじゃん、一つ大事なこと。何？うちがいるじゃん。あー、案内役がおる。あ、そう、英語できなくても、英語できなくても、おいしょおいしょ。確かに英語のさ、こう単語を覚えるとかは自分でできるなって思ったんだけど、この間アメちゃんとキアルちゃんが喋ってるの聞いてて思ったのが、リスニングって日本にいるとめっちゃむずいなって思ったんだけど、リスニングってどうやったら勉強できるんだろう。毎日キアラと喋れば英語で喋ってもらえばいいのか。嘘、まあでもそういうために英会話とかあるんじゃねえのかな。あ、教室に通うみたいな、うん、または毎日日本語の字幕ある英語の番組、ネットフリとか見ればいいんじゃね。あ、でちょっと慣れてきたら英語の字幕で英語のあれを見る。あー、なるほど。英語の字幕を読みながら見るとリスニングと読み方も、うんうんうん、どっちも上手になって、で読みながら聞いてた方が聞き取りやすくなる。うん、最近じゃ例えばさ、うん、アイカーリとかさ、うんうんうん、英語、いつも見るときは日本語だった？日本語字幕で見てた。お、結構何度も見たことある？うん。じゃあ内容大体わかってる？わかる。じゃあ今度はさ、英語の字幕で見てよ。あー、なるほどね。あ、うん、もう日本語内容は頭に入れてるから。そう。あ、へえ、なるほど。じゃあディズニーとか、うん、そういうのを英語字幕で見ればいいんだ。そうしよう。そうしてみよう。どうぞどうぞ。英語多分ちょっと良くなるかな。あ、まあ、リスニングね。でも一つがやっぱり大事なの、うん、日本には日本人にはあまりないのが大事なんだけど、うん、自信持て。そう、英語できない、うん、できないとか言うけど、うん、ね、やっぱりそこはなんか乗り越えて、やっぱりなんか挑戦しないと、まあ良くならないし、なんかとりあえず喋ってみるの大事みたいなの言うよね。そうだよ、そうだよ。ね、ちおいでよ、オーストリアとか、ヨーロッパおいでよ。いや、行ってみたいな、綺麗な景色見たい。スペイン行く？行くー。または、個人的なおすすめなのが、ギリシア。ギリシア？うん。ギリシアもヨーロッパだけど、安くて、綺麗で、人が、すっごい優しい。へぇー、うん。スペインに行った時、英語だけじゃちょっとうちも困ってた だけど、うんうんうん、ギリシアは困らなかった。へえ、なんかおおらかな人が多いっていうのは、うん、ネットの記事だけで見たことある。すごい助けてくれるし、オープンでフレンドリー。まだスペインの人もフレンドリーだと思うんだけど、なぜか英語でそこまでうまくいかなかったんだよ。オランダとかも行ってみたいな。え、オランダ、うん、あ、よいいよいいよ、行こう行こう行こう。ハンガリーとかさ。あ、ハンガリーハンガリー、あ、なるほど、オッケーオッケー。もうじゃあ普通にさ、うんうん、こっち来て、オーストリアから、うん、飛行機っていうか電車、ハンガリーは電車で行けるし、そうなんだ、うん、でそこからなんか飛行機1時間乗ってオランダ行けるし、へえ、うん、そこからなんか1時間2時間なんかあちこちもう1時間2時間で行けるよ、本当に。へえ、いいな。しかも安い。もう何度も言ってるけど来い。行く。ん？ちょっとパスポートを本当に取りに行く。うん、私は。もう取って取って。はい。じゃあ秋ぐらいに来て。秋？早くない？結構。あ、そんなことないか。早いの？今1月だよ。秋もあったかい？寒いのか。ちょっとバケーションな感じで行きたいなら、うん、遅くても9月に行った方がいい。海とか入りたいな。あ、え、9月海入れるんだ。うん、うんうん、入れる。9月いいぞ。来てー。おいで、待ってるよ。待ってるよ、ねねちー。はい。
というわけで今日はキアラちゃんにお家に来ていただきました。See you next time! Thank you! 楽しかったね。じゃあ姉たちは今から美味しい美味しいご飯食べに行くもんね。そうだね、なんか、うん、やりたいことがあったんだね。うん、うちにはやろうね。やろう、今からやろう。今からじゃあデートしてくるね。するー。あー、ほなまたな、みんな。ほなまたな。バイバーイ。バイバーイ。ほなまたな、めっちゃおおきに。なんで関西弁。